国民民主党政策5本柱の5番目は、正直な政治を貫くです。今の政治に一番欠けているのは信頼だと思います。文書が黒塗りで出てきたり、公文書が改ざんされたり、国会で質問してもまともに答えなかったり、もう皆さんもうんざりしていると思います。そこで私たち国民民主党は、公務員の公文書改ざんに罰則を導入して厳罰化します。また、ブロックチェーン技術を導入するなど、簡単に 改ざんできなないような技術や制度を導入しますそしてさまざまな人が政治の世界に入ってきて複数の目で多様な目でチェックすることが正直で公正な政治を実現するために不可欠だと考えますので私たちは非選挙権年齢を引き下げて例えば衆議院には18歳から立候補できる参議院には25歳から立候補できる制度にします。 そのことによって例えば高校生衆議院議員であるとか大学生衆議院議員が誕生することにもなり若い人の政治参加も促すことにつながると思いますまた国民民主党は現在女性議員比率が35%ですこの目標を全ての議会市議会県議会そして国会衆参他党も含めて 実現できるようにに積極的に推進してまいいりたいと思いますそして今のこの政治や経済、そして財政の状況を包み隠さず正直に国民の皆さんに提示をし、公開をし、一緒に考えていく政治を実現していきたいと思います。例えば、今の政策をこのまま維持していくと、どうしても若い人に極めて負担の多い制度になってしまいます。これ私はよく 財政的幼児虐待といって、負担が若い人、将来世代に非常に厳しくなっていることを指摘をしてきました、こうしたことを共に考えていける、そんな政治を、まさに正直な政治を国民民主党は実現していきます。